王子になる以前のことについてあなたに話す機会がなかったので、この切り絵をきっかけに話せればと思っていたのですが、まさか直接過去を見てもらうことになるとは思いませんでした。これなら他の花の一族からもそう言ってもらえるでしょうか。あの切り絵を作っていた当時、私は後ろ向きな考えを持っていました。一切毒のない切り絵であれば、マンジュシャゲの花も愛してもらえるのではないかと。毒がある、それは周囲に恐れられる一つの要因である一方で、私たちの個性でもあります。ですから今は前を向いて、ありのままを愛してもらえる方法を模索していきたいのです。毒花であろうと、愛してくれる人はいるのだと、あなたが教えてくれました。前国王様がかけてくれた言葉を信じて、趣味の切り絵とは距離を置き、王子としての経験を積もうと励んできましたが、経験以上に、あなたとの出会いが私を変えたのです。
ちになったばかりの頃の私には宝物と呼べるものがあの切り絵と彫刻刀しかありませんでした。ですが王子として生きてきた今の私はたくさんの宝物に恵まれています。一族の皆やこの地に咲く曼珠沙華の花々、毒花の美しさを認めてくれた人々の言葉、どれも大切な宝物です。数ある宝物の中でも愛するあなたは私の何よりの宝物です。この先何があってもあなたがそばにいてくれるだけで私は前を向くことができます。これからも私のそばにいてくれますか。王子になったばかりの頃の私には宝物と呼べるものがあの切り絵と彫刻刀しかありませんでした。ですが王子として生きてきた今の私はたくさんの宝物に恵まれています。一族の皆やこの地に咲く曼珠沙華の花々、毒花の美しさを認めてくれた人々の言葉、どれも大切な宝物です。数ある宝物の中でも愛するあなたは私の何よりの宝物です。この先何があっても
あなたがそばにいてくれるだけで、私は前を向くことができます。これからも私のそばにいてくれますか。王子様たちとの思い出、たくさん作りましょう。おはようございます。もしかして、マンジュシャゲの花を見に来たんですか？今日はどんな切り絵を作ろうかな。明るいうちに新しい紙を買いに行かないと。この夜が明けたら、城に移り住む一族の王子として僕は立派にやれるのかな。僕はもう大勢いる花の精の中の一人じゃなくて、マンジュシャゲの一族の王子なんだ。毒を持つマンジュシャゲの花も綺麗だってあなたも思ってくれているんですね。毒花をいつか愛される花にしたい。王子としての僕の願いはただそれだけです。びっくりしました。女神に選ばれた僕だからこそできることがあるはずなんだ。僕に会いに来てくれたんですか？ありがとうございます。光栄です。もっと強くなります。マンジュシャゲの一族のために。あなたはいつか僕の未来を変える。なぜかそんな気がするんです。選ばれたからには頑張ります。大丈夫、僕が行きます。あなたに負けないくらい僕も頑張らないと。あなたが凛と咲く花のように見えました。王子様たちとの思い出、たくさん作りましょう。数ある宝物の中でも、愛するあなたは私の何よりの宝物です。